これがダブル G。 そう、ビアン博士が君のために設計した機体だ。この姿、まさに武士。名はダイナミックゼネラルガーディアン。いや、あえてその名は呼ぶまい。ビアン総帥がこの俺に残した機体、俺のために作られた剣。そう、名付けるなら大戦が大戦が。なるほど、そういう略し方もあるね。エイドケイヤー。何が大戦ガーだ。機体が動かん。 EML システムの稼働率が。これでは内蔵武器が全て使えない。なんじゃと。人気1の立ち上げ、なんとか間に合いました。この短時間でやってのけるとは。しかし、内蔵武器は。空手でどうする気だ。全員受け取れ、貴様の獲物を。そんな生クラを手にしたところで。黙れ。三冠刀は我が魂の剣。これさえあれば俺は戦える。我が魂を受け継げ大善が。いいな。武神将校大善が。新装甲だと。今度は何の略だ。おはやもんだめよ。この俺、調子に乗るな。この俺を本気で怒らせるとどうなるか思い知らせて。待たせたな、友よ。レーゼル。あれも大戦ガーとやらか。そう、ダイナミックゼネラルガーディアンの2号機、名付けてアウセンザイター。穴馬か。言えて妙だね。ゼンガー、無造無造は引き受けた。お、狙うは大将首。トロンベよ、今が駆け抜ける時。なんせカノーネ発射。スレイカ、黒金で待機しろと言っておいたはずだ。いいえ、私はテスラ犬を奪回する日を、兄様を救い出す日を待っていたのです。野蛮人の分際で監査官たる我らに逆らうか。野蛮人と呼ばば呼べ。だが力に物を言わせてきた貴様らもまた野蛮の祖。貴
貴様はここで死ぬ！この屈辱を忘れんぞ。我が斬奸刀に勝てぬ者なし。